ベンマユ札幌暮らしぶり。お客様どうぞ。私今回ねこの9つの香りの香りを秒で感じられるっていう感じ。きたー、樹木の香り。いやー、やるな武蔵野ワークスさん、これめっちゃいいです。こういう香り出せないよ絶対海外じゃ。明けましておめでとうございます。2021年、初のですね動画投稿は、実はですねさっきね荷物が届いたの、武蔵野ワークスからでした。皆さんは香水好きですか？香水普段つけます？この武蔵野ワークスさんって日本が誇るというか日本の、香水メーカーなんですよ。ここのね、コンセプトに私本当にね感動してというか心を打たれて、10年ぐらい前から使ってるんですけども、2021年撮ってみた。そしたら今日のですねこの元旦から届きまして、めちゃくちゃハイテンションでございます。この武蔵野ワークスさんはこの日本の風土に合う、日本の気候に合う、そして日本人の、体臭とか肌に合うっていうものを、作っている香水メーカーなんですよ。日本人の心に素直に響く香りというのをテーマにしているそうです。とにかくこれみんな読んでもらいたいな。この武蔵野ワークスさんのホームページのねこのブランド紹介というここを見たら、香りに対するあの思いですとかめちゃくちゃいいこと書いてあるんですよ。だからもしかして皆さんも香水つけてらっしゃらないんだったら、ぜひですねこの私たち日本人に合ったこの香りっていうのを作っている武蔵野ワークスさんの香水つけてもらいたい。ですね、今回頼んだ香水の中でリピートしたのは1つで、新しくて、ちょっと知らない香りっていうのを頼んでみました。ですね、こんなぐらいの箱に入っていてオープンしてみますね。おお、結構多いですよね。この 4mm のサイズしか今ないんですけども、これで、770円、ヘルシンキ空港ウッディで、ウッディな落ち着く香り、目に入りました。わあ、フローラルだ。ウッディに感じない、肌につけたら違うのかな。あ、信用、あ、すごい、これなんかミントみたいな軽いね。本当にあの冷たい空気の中、森林の中に歩いてサイレンス、収穫に対してこのサイレンスっていう聴覚をタイトルにしたってすごくないですか。静寂っていう、名前の香水です。これは、心静まる香り、いいですね。私はもう本当に心がもう静まりたいなと思いますよ。お客様どうぞ。うわー、やばい。これ私書道習ってましたが、完全にあの書道教室にいるんですよ。さっきの、ヘルシンキかこのサイレンスかといったら私はこのサイレンス。じゃあ次行ってみましょう。今私菩提樹に寄りかかって、あのちょっと昼寝してて、ポタッとこう菩提樹の黄色い花が落ちて、目をつぶるにはその香りを、さっきの、サイレンスと比べるとサイレンスが勝ち。アロマテラピー系グリーン&ウッディの香り、やった、これウッディじゃん。はい、好き。フローラルシリーズ3つ頼んだうちの最後、桜。私結構ね桜味のアイスクリームとか桜の味って大好きなんですよ。桜餅とかその香りかなと思って頼んでみました。これはどう表現してるんでしょう、武蔵野ワークスさん。あ、もうこの時点で香る。あ、これ超いい。これつけてる人があの隣すれ違ったら、私多分すぐ振り向いて追っかけて、何の香りつけてんですか、大好きな香りですって、あの多分言いたくなっちゃうと思う。こ
これは嗅いだことないね。結構オリジナルな桜の香りだと思う。私あんまり知らないですけど、桜の香りをする香水ってあるんだろうか。はい、では次のこの2つは、夏を表す香りでした。これがサマーっていう香りと、これが花火。シトラスの香りをベースにハーバルなナチュラル感。これで香りが分かったらいいんだけどね。いきます。お、すごい、めっちゃいい。これ隠し味って言いますよね。表に上がってこないんだけど、隠し味が入ることで、なんだろう、味が層になって深みとかその厚みを感じるっていう。この香りにもね、何かね、その渋い香りっていうのがこれ入ってんですよ。これ夏つけたいわ。早く夏になんないかな。じゃあ合わせて夏シリーズ花火を買ってみましたので、この花火とやらはどんな香りなんでしょう。柚子&白檀配合。うわ、やば。これネーミングでやられますね。もう白檀とかサンダルウッドですよね、大好きだし。おお、いやー、やるな武蔵野ワークスさん。これめっちゃいいです。全部めっちゃいいけど、これこういう香り出せないよ絶対海外じゃ。これほんと日本人でよかった。この香りは出せないわ。男性にとっては使いやすく、確かにこれ男性 OK ですね。これ男性つけてたらやばいな。最後、私が長年リピートしている香り、ポロヌプリでございます。これは、ラベンダーとウッディの爽やかな落ち着き。爽やかな香りというのは、爽やかな落ち着きっていうところが、でラベンダープラスシダーウッドプラスヒノキの香り、もう北海道でしょ間違いなく。北海道にはアイヌ語で大きい山を意味するポロヌプリという山があります。皆さんお気づきでしょうか。私たちのチャンネルもですね、札幌クラシプリ、このなんとかヌプリ、アイヌ語っぽい、名前にしたくてクラシプリにしてますね。北海道道北の北見山地にあり、標高は840メートル。登山者も少なく、ガイドブックにもほとんど掲載されない山です。だからか、知らんかった。北海道に住んでても絶対知らんよね。ここに目つけんですよ。めちゃくちゃ憎いと思いません？ポロヌプリ山の前に立ち、その雄姿を見渡すと神聖な気持ちを抱きたくなります。もう今すぐ行ってみたい、ポロヌプリ、ね、よくここの山に目をつけてくださいましたよね。皆さんこの香りめっちゃ楽しみでしょ。さて、じゃあ試乗じゃなくて何、刺繍というか、テスティングしてみましょう。さあ、我が北海道にある北見の産地、ポロヌプリ山をイメージしたこの香り、ウッディかつラベンダー、嗅いでみましょう。はい、大好き。やっぱりナンバーワン、感動です。武蔵野ワークスさん、ありがとうございます。超嬉しい。ドサンコとして超嬉しいです。